ニュースのお時間です。ナビゲーターのゾウザです。ブレイキングダウンセブンの女子オーディションが開催されました。本当に濃いメンバーが集結しているように思えます。まず、このプリンセスですが、よく見てください。皆様、見ましたか？うっすらモザイクが施されております。おそらく、肌色ではない何かがあったのでしょう。マジでやばい。その次で、乳見せているやつぶっ飛ばしたいって、絶対意図的な編集していますよね。続いて、稲中卓球部の方です。どうも、池袋で襲われた経験があるようです。おそらく、襲った人物は、鬼達組の鬼達じゃないですかね。次の、結城さんはマジでやばいぞ。法学部なのに、お薬で逮捕って、バカ野郎。ノリノリのおばあちゃんです。シャドウは、まるで、公園で太極拳を楽しんでいる人のようでした。危険の一言で一周。確かに、それが良い。まさかの子はイニキの彼女。後輩イニキの写真は、頭から煙が出ています。これは、やばいって意味ですかね。そうも、会場でナンパされたそうです。カイ君も、知らんぞと。会場ナンパは、紳士的ではないよな。面白いキャラも多く、今後も楽しみです。それでは、チャンネル登録お願いします。また、お会いしましょう。